心ワーク。こう SNS 社会になって、はい、でこうベテルみたいな状況、みんなの意見聞けそうに思うけれども、実際はそういう状況とは程遠いのがおそらく SNS 社会なのかなとかって思ってて、なんかその多様性って、多様性が大事とか個性を伸ばすとかそういうふうに言われてるし、いろんな省庁の取り組みもその個別化とかっていうふうに言われているんだけれども、でもなんかそうは言っても結構なんていう、一貫性を求められちゃったり、なんて言うんでしょうね、あんまりにもこう逸脱するとやっぱりこう叩かれたりとかしてしまうし、なんかみんながいいねとかこう、まあ、いいねをもらわなくとも叩かれないようにこう平均的なものになることで安心するっていうような、まあ、同調圧力って言ってもいいのかな、そういうのもなんか強い気がするんですけど、こう中高生のそういう、なんだろうな、 SNS 社会絡みの心の悩みって増えてますか？増えてるというか、多いような気がします、うん、学生のと時ってその社会が、うん、まあ、家族と、ちっちゃい頃は社会が家族ですよね、うん、家ですよね。で、学生になると家プラス、学校になると思うんですよ。で学校の占める範囲が増えるじゃないですか、うん、で社会人にはなってないからそれよりも外の社会に、その人の社会は広がってないですよね、うん、多くの人は、うん、でそのリアルな現場がとまた別のところに SNS の何て言うんですか、その社会みたいなのが、うん、出来上がってるじゃないですか、うん、そうだからなんかそれでその裏垢を作ってたんだけど、うん、それが知られて、うん、でそこで書いてたことをなんかみんなにバラされて、ああ、それで仲間外れになったみたいな人がいたりしましたし、うん、あとはやっぱりその多くの人の、うん、考えとかにあんまり乗れなくて、うんうんうん、やっぱり自分は少し変なんじゃないかっていうふうに思っちゃうみたいなのもあるようですし、うん、そうですね。でも逆に何かをしていいねがいっぱいつくと、うん、まあ、それがモチベーションになったりするわけなんですけど、うんうんうん、あ、そうですね、うん、でも逆にいいねがつかなくなってくると、それがすごい不安になったりとかもするっていうのがありますよね。いいねはすごくなんていうか分かりやすすぎますよね。そうですね、さっきの話でね、数字で出ちゃうから、うん、あ、その評価されることの良し悪し、まあ、良い点もあるけれども、ちょっとそればっかり求めるっていうのは息苦しいっていうのもありますものね。ツイッターだと、うん、あれいいねだけですよね多分。インスタとかツイッターとか全然やらないので、そうなんです よ、ね、よく分かってないんですけど、だいたいニコニコマークみたいなついてますよね。いいねってニコニコマークと違うのかな、それは多分ですね、グッドとかそれ違うのかな、それはフェイスブックじゃないですか。フェイスブックはなんかいくつかあるんですよ、なんだっけな、超いいねと、あ、超いいね、なんだっけな、いくつかあるんですよ。通信簿みたいに3段階評価5段階評価ぐらいになったって感じですね。そうなんですね、どっちにしてもね。そう、あ、そうだから通信簿的なんですよね。そうですね、それって結構緊張しますよね、何を書くにも、うん、いいねとか、うん、そういう
あの他者評価を気にしてしまうみたいな、うん、そうなんだよな。だからあれはあの、うん、結構左右されちゃうなと思います。そうですよね、はい、おしゃべり病理のメリットラボ。なんかその世の中の多様性って言われてる議論とかも、まあ、今だと LGBT とか人種とか、まあ、そういったカテゴリーでこう言われているんだけれども、でもそれももうすでにさっきのラベル付けみたいに LGBT っていうラベルが貼られちゃうじゃないですか。でも多分 LGBT の人々のすごくいろんな方々がいて、だからこうそういうなんていうのかな、その人のドクターであるとかミュージシャンであるとか、まあ、LGBT であるとかこういう宗教を信じてるとか、そういうなんか属性の多様性はみんなであのお互い尊重しようよと言っているんだけれども、 その属性からはみ出すことがまた許されなくなるというか、なんて言えばいいんですかね。例えばドクターだったらドクターらしくしてないとみたいな、このご時世だったらドクターなのに例えば会食行ってんですかみたいな話にもなるし、うんうんうん、なんていうのかな、なんかそういう多様性ってこうくって言われてるけど、その分類されたちっちゃな世界の中で生きなきゃいけないみたいな、またそのなんか苦しさとか窮屈さもあるような気がしていて、でも本当一人ずつ違うのに家族だって違うし、性格も違うし、抱えの経済状態とかも本当いろんなことが違うんだけれども、なんかその辺がまるっと雑にこうまとめられてる、まとめての多様性みたいになっちゃってるのが、それも苦しいかなとか思ったりして。あ、確かにそうですね、うん、その肩書きも一個のラベルですから ね、うん、確かにそれがあると、なるほどね、 何々なのにっていう、ダイネン先生とかミュージシャンとか言いづらいっすか、やっぱり。いや、言いづらくはない、あのそういう言いづらさないですけど、うん、ただそのめちゃくちゃすぐ売れると思ってたのに、あの すごい売れなかったっていう、そのちょっとしたというか、ちょっとしたでもないなんていうかうずきみたいなのがあるって意味では言いにくさあります自分の中では。あのただあの別にあの音楽やってますとかっていうのは、うん、まあ、あんまり僕が気にせず、気にしてないだけかもしれないですけどね、うん、でもなんかそこってすごい、まあ、それってこうご飯食べられるか食べられないかって問題になっちゃうけれども、こうミュージシャンとしてこう体制するかどうかっていうのは、やっぱりそこってやっぱ評価に関わって、はい、世の中の評価ってところに関わってきて、はい、心ワーク。でも音楽に向かっているその時の自分って多分すっごくこう解放感があったり、本当気持ちよかったりなんかするじゃないですか、うん、本当はそういうなんかその瞬間は多分評価とかは全然気にしなくてよくって、例えばなんか勉強したりとかしてる時も別になんて言うんでしょう、うん、ともうすぐ、模試があるからとか思うと偏差値が上がるかどうかっていうのを気にして勉強するのは苦しいけど、なんかふとした瞬間、例えばこの数学の問題こう夢中になって解いて解けたっていう快感があったりとか、うんうん、多分中高生の皆さんもきっとそういうなんかこうなんかやってる時になんかこうグッとその物事をやってること自体にものすごい集中してゾーンみたいなのに入って、うんうん、なんかその評価みたいなものからこう解放される瞬間できっとたくさんあると思うんですよね、うんうん、なんかそういうのが道々として来たらいいですよね、楽ですよね。そうですね、うん、夢中になるっていうことですよね、うん、なんかに夢中になってる時って心配事とか忘れますもんね、うん、忘れますよね。不安とか心配事とかっていうのはその今じゃないことに思いを馳せるっていうか、そうですね、今後どうなるんだろうとか、うん、
このまま行ったら誰も味方がいなくなるんじゃないかとか、うん、そういう良くない未来のことを考えてどんどん不安が膨らんでっちゃうみたいなことがあると思うんですけど、うん、何かに夢中になってるっていうのは勉強でもいいですし作曲でも何でもいいと思うんですけど、うん、絵を描くでもいいと思うんですけど、うん、あと好きなもののことを調べるとか、うん、なんかそういうのに夢中になってる時は、うん、そこに集中してるから、うん、自分がそこにいるんですよね。未来にいないんですよ、ね、あなるほどそうですね。それはだからあの自分がここにいるっていう風な実感がきっと あるから、うん、不安は出にくいですよねやっぱり、うん、なんか今ふと思ったんですけどこう未来の自分っていうのもから評価されたいとかっていうのもあるんですかね。なんかよくわかんないんですけど未来のドラえもん的な自分がそこにいる感覚っておっしゃってたじゃないですか、はい、でこう不安な時って先のことを考えるって言っててなんかこうすごい期待が大きいと、うん、例えば1年後私はこうなりたいって思いがありすぎるとそれ、まあ、期待感が大きいから不安にも大きくなるっていうのがあるような気がして、うんうん、なんか結構自分自身の自己評価って言えばいいのか、うん、自己評価に潰れるってこともあるのかなと思ったんですけど、それはあるかもしれないですね、うん、その他者評価もそうだけどその SNS とかはそういうのもあると思うんですけど、こういう自分になりたいみたいなことですか。そう、確かに向上心で潰されるみたいな自分向上心に潰されるってあるかもしれないですね、うん、なんか割と学校とかってこう向上心がある子ですとかなんか今よりも努力してるみたいなものをすごく評価するところがあるから、うん、なんとなくこう頑張んなきゃいけないじゃないかって、うん、結構みんな思真面目な子ほど思うし、うん、そうするとなんか頑張ってないとなんかいけないっていう、うん、あの圧力もあったりするかなと思ったりして、そうですよね、割と SNS でもこう頑張ってる人に対しての応援はすごいあるけどなんかこうズルしてるっぽいとかなんか分かんないんですけどそういうのにすごい激しいこう攻撃があるなってこう思ったりするんですけど、はいはい、確かにまあ頑張んなきゃいけないとか、うん、うまくっていうか課題をうまくこなすとか心ワーク。評価基準が、うん、ね、いろんな良さがあるのに頑張んなくても、うん、その人を応援できるとか分かんないけどそうですね、っていうか別に優しいとかね、本当にそういうなんかその人の強みとか、うんうん、素敵ポイントみたいなのって、うんうん、無数にあると思うんですよね、うんうん、だからなんかそこが見えなくなっちゃうと、うん、やっぱきついですよね、うん、じゃあ評価が悪いっていうよりは評価がつまんないっていうか、うん、評価がさっきの3段階評価とか5段階評価、うん、ちょっと通信簿っぽくいいねの数とかで決まっちゃっててでももっとこう評価する軸っていうかたくさんいろんな評価軸があれば、うんうん、必ずそれにどれかに引っかかるというか、うん、その中で高得点を取れるものもあってそうなるとまた変わってきますかね。同じいいねでも何々いいねがもっとたくさんあれば100個ぐらいあれば、うん、なんかみんな、ね、そうなんですよね、うん、なんか多分ですけどいいねに理由つけようとしすぎなのかもしれないって今思いました。なんか逆にそれもありますね、響いたみたいなだからその例えば あれフレデリックっていう絵本が、うん、はいはいはい、知ってます、はい、ネズミのやつ、ネズミの、うん、フレデリックはみんながすごい働いてる時とかずっと外見てたりとか詩読んだりとかしてるじゃないですか、うん、その時点を切り取ると、
すごい炎上することしてるわけですよ。みんなが働いてんのに空見てますみたいなツイートを。ずるいですもんね、はい、なんかね絶対しかもフレデリックはその働いてる時に空見るような感じだから、あんまりその同調圧力みたいなのを屈しないから、うん、ツイートもすると思うんですよ。空超綺麗みたいなでそうすると何やってんすかみたいな感じで炎上もその時点だとすると思うんですけど、そういうふうにこう素敵な体験を集めて、うんうん、みんながきつい時にフレデリックはみんなを救いますよ、ね、うんうん、怠けてるように見えててもなんかあるかもしれないとか、うん、あとみんなが すごいこうアクセク働いてんのに外を見ていられるみたいなのは、うん、その姿だけでなんか僕グッとくるなと思うんですよ。それだけでそのいいねじゃないけど、うん、グッときたら反応するみたいな、うん、システムがあるとなんかもうちょっと人と違うことをやってることの、うん、なんだろう、こう支えになるような気がするっていうか、うん、人と違う風にいる人少数派なのに、うん、少数派でいられるっていうのは僕はすごいことだと思うんですけど、うんうんうん、そういう人のちょっと応援になるっていうか、うんうん、フレデリックってその同調圧力に屈しないじゃないですか。みんながどんなに働いていても空を見てられる眼力というかな、なんていうのかな、うん、まあ強さがありますよね。なんかそういう強さを評価できるなんていうのかな、それこそ自分が例えば空が綺麗だと空が綺麗な方向にぐいっと向いてて、その人にとっては今その瞬間を生きている人ですよね。でそこに多分ググッと概念先生が来られてて、なんかそういう、うん、よくなんか編集工学っていう松岡聖吾さんのところでは術語化って言って、そのやってることに没入して私がなくなるって、うんうん、いつも私が何々する私が何々するって言ってると、まあ、SNS も私が発信するってなってるとすごいきついけれども、うん、やってる行為自体にものすごい集中していれば強くもなれたりとか、あとそれをやってる自分を面白がれたりとかしたらもう最高で、すごいハッピーな人ですよね。だからそこまで行き着けば炎上しなくなるかなみたいな。そうですよね、まあ、もしかしたら羨ましすぎて炎上しちゃうのかもしれないですけど、炎上はやっぱり理屈で考えると炎上すると思うんですよ、うん、こういうことをしなきゃいけない時なのにしていないのは良くないと思うっていうふうに言葉で考えるとそうだけど、でも全員が全員そう思ってるわけじゃなくて、その大勢いる中でも、あ、なんかああいう風にできていいなとか、思う人もいるわけじゃないですか。そういう人の、響きが伝わればいいのにと思います。あ、そういうことですね、はい、だいいねじゃなくて、うん、響く人がいたら、うん、そのフレデリックにあったかみみたいなのがちょっと伝わるとか、なるほど、そういうシステムってそんなのあるわけでもなんかあと SNS だとすごい一応こうプラットフォームがこうのっぴりしちゃってて、 Let's Merit Q。 なんて言えばいいんでしょう、なんかそこにこう溝っぽいニッチな場所っていうか、はい、かわいいコミュニティみたいな、はい、たくさんのこうコミュニティみたいなのができると、うん、どこにでも所属できる場所があるかもしれないっていうのは救いですよね。そうですね、いいねっていうのもありますけど、はい、なんか、うんうんうん、フレデリック好き派みたいなコミュニティができるってなると、そうですね、なんかあ、これなんか僕なんかデジャブ感あると思ったら、これはこの伊藤聖光さんと、うん、本を作った後にトークこれですねイベントをしてですね、はい、ラブという薬、
あ、そうです、そうです、ね、はい、でトークイベントして、でまた SNS の話を同じようにしてて、やっぱり膨大な海のような SNS の世界の中で、やっぱりなんとか好きみたいな、あのフレデリックいいと思ってる人たちの集まりみたいな、そういうちっちゃいあのコミュニティがあるとあのいいよねって話にやっぱりなったんですよ、こういう話してて、うん、でやっぱりみんなミクシーに回帰するのがいいんじゃないかっていう話な、なんとか好きな回みたいな、そうそうそうミクシー覚えてないし、多分中高生の方々とか知らないのかもしれないけど、ミクシーってそのなんとかの話をするコミュニティみたいなのが無数にあったじゃないですか、うんうんうん、それをもう一回思い出すのがいいんじゃないかっていう話に、あのそういえばなりました、うんうん、はい、だからなんか、まあ、自分の一貫性とかはまあ置いといて、自分もすっごいたくさんの側面があるから、うん、時にはその、みんなが働いてる時にサボりたくなる自分もいるし、でも、すごく一生懸命頑張る時もあるわけで、なんかそういうたくさんの私をがあるんだって思うだけでもすごく楽ですよね、うん、そうですね、そういう私が面白いって思えたら最高だなと思うんですけど、で決める必要ないですよね、うん、あの一個に自分を、うん、例えばフレデリックに、こんなにフレデリックの話をすると思わなかったんですけど、ここにフレデリック置いとくのかな、確かに いますけどね、家に、まあ、そう、あのフレデリックのことをあのなんだろう、こう全身全霊で応援をできない、あのなぜならみんなが働いてるのにそれをしないから、応援できない自分もいるけど、でもなんかあの楽そうで力が抜けてそうでいいなと思う自分もある。で何かの意見を言う時って、この相反するものが自分の中にあると、どっちか選ばなきゃいけないような気になると思うんですけど、どっちもやっぱりあっていいと思うんですよね。そういう感覚はやっぱりあの大事にしといた方がいいと思うんですよね、うん、そのおっしゃったように、うん、その自分の中に自分はたくさんいるみたいな、うん、そうそう、一個に決めようとすると、うん、これをないことにするから、うん、やっぱきついんですよ ね、 そうですね、あるものをないことにするから、うん、あの本当はそんな単純なもんじゃないのになと思いながら、うん、なんか意見を表明して、うん、自分はこっちの意見の人だみたいな感じにだんだんなっていってしまって、うんうん、でも こっちの自分もいるのになっていうのは、うん、結構葛藤が生まれることだと思うから、うん、そうですね、そうですよね、決めきらないっていうのは結構、うん、大事だなってやっぱり思いますね、うん、さっきのあの分かりにくさをそのままにしておくっていうこともちょっとつながるかなって、はい、そうですね、思いました。はい、メディット Q3、 たくさんの私を見つけよう、たくさんの私ワーク。はい、それでは皆さん、いよいよ最後のワークです。最後のワークはたくさんの私ワークです。先ほどからたくさんの私っていうのがあった方がいいよねっていう話を概念先生とずっとしてきましたけれども、それを実際ワークで体験していただこうと思っています。ルールはですね、私は何々な〇〇であるというフレーズの言葉を30個以上考えてもらう、そうやってたくさんの私に出会っていただきたいと思ってます。例えばですね、私は小柄な日本人であるみたいな感じで、それを30個以上考えてもらいます。で、〇〇であるっていうのは、一回日本人であるっていうのを使ったら、日本人以外の言葉を使う、女性であるとか、まあ私の場合は病理であるとかいろいろあるんですけれども、それを30個別々のものを考えてもらえたらと思います。せっかくなので、私と概念先生も挑戦してみたいと思います。じゃあ私たちはとっておきのたくさんの私の中の一つをちょっとここに、はい、書いてみたいと思います、
じゃあガイデン先生お願いします。はい、お願いします。Let's Medit Q。 いい感じです。はい、はい、できました。では概念先生からドドンと、あ、そうですね、はい、私は路上の小さな 石ころですっていうなんかいいですね。はい、いや、あの、もちろんいろいろあるんですよ。しがない精神科医ですとかすぐに売れると思ってたけどくすぶり続けてるミュージシャンですとかいろいろあるんですけど、なぜだか本を出せることになった書き物ですみたいなとかいろいろあるんですけど、その多分書いてた末に30個ぐらいとか書くと、だんだんこうもっとこう印象とか比喩表現見たくなるだろうっていう。あ、そうですね。で、あ、そうそう、それで路上の小さな石ころですっていう。確かにたくさんの私ね、30個書くっていうとね、大体20個ぐらいで、普通思いつく属性みたいなやつはもう出尽くして、はい、その25個目ぐらいですかね。そうですね。ですけど、この先どうなるんだろうっていうもうイメージですよ、だから、うん、やっぱりこう 人は無数にいるわけですよね、うん、無数にいて路上の石ころってたくさんあるわけじゃないですか、うん、で無数にいるんだけど、で一見路上の石ころってちっぽけな存在のようなに思えるけど、でも石ころは石ころからしたら別にちっぽけっていうか、アイアム石ころなわけでなんていうんですかね、石ころとして、うん、人生というか、うん、異性っていうんですか、うん、を充実させる、うん、豊かに生きるために、うん、こう日々、まあ、頑張っているというか、うん、いろんなことを考えながら生活しているわけなんですよね、うん、こう華々しいことが、まあ、音楽で売れるみたいなのを目指してた時期もありましたけど、華々しいこともまあいいんだけど、まあ地味に地道にこう豊かさをこう心がけていくみたいな、感じがいいなと思って。なるほど、なんかそう言い切られると凛とした感じしますね。石ころですみたいな、はい、シャキって感じがなんか石ころ気高さ感じますね、はい、見る目変わると思いますよ。見る目変わります、はい、しかもその小さな石ころの一つにすごい向かっていく感じが、はい、なんかすごい偶然っぽい感じもあり、そうですね、なんか、はい、だからこそ尊いというか、はい、ちょっとググッと無数にある中の一粒に向かってる感じがなんか素敵です。そうですね、はい、で石ころ一個一個見たらみんな違いますから、人もみんな違うから、うん、それぞれの、そうですね、それぞれの人生とか意思性が、うんうん、意思性ありますから、っていうようなことを考えて、まあ、こういうようなことになりました。すごいです。はい、ちょっとあまりに素敵な回答が出たんですけど、私はちょっとハードル下げて、私多分ね、はい、5番目ぐらいに出るかな、5番目、はい、30個中5番目ぐらいに出るかな、珠玉のやつを出しましょうって言ってたじゃないですか言ってたんですけど、はい、あ、ちょっとなんかちらっとなんか概念先生、はい、いいこと書いてるなと思ったんで、はい、ちょっと割と普通のこと書いてます、はいはいはい、
私は細胞たちに毎日話しかけているおしゃべり病理医です。めちゃめちゃ素敵じゃないですか。しましたっていうかリアルですよね。結構具体的ですね。はい、いやなんか僕今反省しましたよ。僕なんかちょっとひねってまたこれ悪い癖でひねってちょっと面白い感じにしようとしてます。あ、そんなと思ったんですか。全然あの先生の方が地道な感じでいいです。地道な感じ、あのなんか アピール的じゃないですもん。あ、そうですか。すごい気にさせようとする感じで。おしゃべり病理めっちゃアピールしてるんですけど。あ、そのなんて言うんですか。そのでもおしゃべり病理として日々生活されてるわけじゃないですか。生活してますね。はい、確かに特に最近、はい。僕なんかちょっと比喩使ってなんかこうひねって。ああの、そうですかね。まあメタファーでもね難しかったりしますよね。そうですね。自己表現にも。はいはい。でもあれです、あの私も小さいとこに目を向けたっていうのでは、はい、概念先生と同じなんです。そうなんですよ。私も細胞大好きなんで、うん、そうですよね。はい、ちっちゃいもの好きなんです、はいはい、僕もそうですよ。はい、小さいものを省略しないっていう省略、あのこうグッとこうフォーカスを当てていくっていうのが、うん、あの確かにすごい共通点かもしれないですね。そうですね、はい、いや私すごいあの病理医と精神科医って仕事の接点ないじゃないですか。全然ないです。私他の診療科のドクターとはほとんど一緒に仕事する機会あるんですよね、うんうん、やっぱり絶対病理検体出してくるので、はい、でも精神科医の先生とお仕事を一緒にする機会がなくて、 で、ね、でも密かにすっごい興味あって、はいはい、まあ、勝手に近しく思っているところもあったり、はいはい、いやそれは分かりますね、うん、僕もでもあのちゃんと医者をやるようやってから病理の先生とこんなに話したの初めてです。そうですか、はいはい、本当によかったです。ほとんどだっている場所も違うし。そうですよね、はい、全く交わらないからそうそう、いやでも小さいことに目を向けるという、うん、あの熱い視線を小さいところに向けるっていう意味ではあのすごい共通点があります、ね、はい、よかったです、まあ、こんな感じできっとたくさんの私、はい、上げていくうちにお友達同士とか見せ合いっこしたりすると、はい、新たな出会い直し、はい、そうですね、みたいなものも確かに、まあ、自分に対しての出会い直しもあると思うんですけど、はい、まあ、30個以上書くと、そんなふうなこと思ってたのみたいなのが確かにきっとで出てくる気がするので、はい、なんか再発見、なんかこれいいですね。僕あの診療でもやろうかな。ぜひあの見せ合いして、うん、そのあ概念先生もやるんですか、はいはい、素敵ですね。そこが一緒にやって一緒にやるの、はい、すごい。そうすると僕も何百個も思いつかないといけないですけど、何回もやるって考えると、はい、なんか結構癒し効果はあるって、やっぱりその、はい、たくさんの私が亡くなると生きづらくなるって話、うん、さっきあったので、うん、ぜひ。そうですね、はい、自分のいろんな側面にこう光を当てるような作業かもしれないですね、うんうん、そうですね、はい、ぜひ元気になるためにこのワークいいですねまたやりましょうか、はい、ぜひぜひたくさんの私フェアとかやりましょうか。あ、すごいいいじゃないですか、はい、いっぱい貼って貼って、はい、じゃあ今日は本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします、はい、またお願いします。言葉言葉言葉ワーク体体体ワーク心心心ワーク、皆さんメリットラボはいかがでしたでしょうか。たくさんのワークに挑戦しましたね、最初は泌尿器科医の堀江先生をお呼びして言葉ワークをやりました。ミネロギアで遊んだりとか、3冊屋さんワークで、3冊を束ねる名前を考えてみたりとか、本棚を作ってみたりしました、2つ目のワークは体ワークでしたね、小児外科医の山高先生と元ラグビー選手の福岡さんをお呼びしてたくさんのお話を伺いました、お二人の準備を段取り編集という型を使って、観察してみたりとか、
お二人にはブラインドスケッチに挑戦してもらって、それを参考にして皆さんにもやってみてもらったりしました。また、そこまで見た映像をまとめて台本を作るということにも挑戦してもらったと思います。そして、最後のワークは心ワーク。ミュージシャンで精神科医の星野概念先生をお呼びしました。カエルちゃんの、医療面接から始まったと思いますけれども、概念先生が日頃ないようであるというようなズレとか違和感みたいなものを大切にされてるというお話を伺いました。情報には字があることで図、見方が様々に変わってくるというワークをやってみたりとか、最後はたくさんの私ということで、自分にも様々な側面があるということを実感してもらったと思います。このように皆さんにはたくさんのワークを通して情報編集の方を学んでもらいました。まさに学び方を学ぶということをこのワーク全体を通してやってきてもらったわけですけれども、普段当たり前と思っている情報であるとか、あるいは自分とは関係がないなと思う情報でも違った見方をすれば新しい発見ができるということを実感してもらったと思います。情報が洪水のように溢れている時代ですけれども、ここで学んだ編集の方を存分に活かしていってください。また、次の機会どこかでお会いできることを楽しみにしています。それではレッツメリット9。